さあ、東京都心では35度に到達し、今年初めての猛暑日を観測しました。ギラギラじりじり、真上から容赦なく、パワフルな太陽が日差しを降り注いでいます、ということでいただいています。さあ、こちらいただいたリポートで強い日差しが照りつけている様子をいただきました。東京都心では10時57分に35度に到達しました。今年初の猛暑日となります。さあ、そして11時現在のアメダスの気温を見ていきますと、東京で35度ということになっています。今日は上空の暖かい空気と、そしてフェーン現象もありまして、気温が上がっています。11時で35度ということですので、この後もまだまだ気温が上がっていきそうです。気温の予想を見ていきましょう。さあ、こちらを見ていきますと、赤いところが広く関東エリアあるのですが、こちら14時、気温が一番上がる頃の気温を表しています。35度を超えるところが関東エリア多くなりそうです。でもうすでに35度を超えているところもあり、さらに気温が上がっていきそうです。屋内外問わず万全な熱中症対策が欠かせません。こまめな水分や塩分補給など、しっかりと熱中症対策を行いましょう。